鏡夏です。小町舞です。藤井梨香です。西脇あかねです。せーの、サンダルテレフォンです。はい、6月8日に発売するセカンド EP 青い鏡 It's Showtime の MV が完成したということで、今日はみんなで見ていきたいと思います。イエーイ。はい、そしてですね、今日はなんとスペシャルゲストが来てくださっているので呼んじゃいたいと思います。なおちゅうさんです。お願いします。はい、It's Showtime の作詞作曲を担当しております千葉直中直樹です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はこのメンバーで It's Showtime の MV を見ていきたいと思います。じゃあ、いきますか。せーの、どうぞ。始まった。イエーイ。赤いね、かっこいい。赤いね。すごい、もうすごい一人ずつ出てる結構と、うん、そうだね。画面がすごい。あ、ほう、文字が。ここ好きよ。お前言った。ここ好きよ。あ、本当だよ。エリがいつも言ってるよ、それ。すごい、文字が動いてる。来るよ。おお。いいね。これもメンバーカラーなってる。本当だ、青かったよ。すごい、かっこいい。これかっこいい。すごい、文字がさ、うん、あるから、うん、あー、いいね。いいよ。この時まだ振り入れしてないからさ。そうだよね。振り入れた自分が考えてたやつ。うん、やっぱり深夜だからもう。結構遅くまでやったって感じ。そうなんですよ。これも10人でくらい。みんな眠いかもしれん。そうだよ。終電なくなったし、もういいやみたいな感じで撮ってた。みんなで。歌詞の感じに案外合ってるのかもしれない。確かに。なんかさ、メンバーだけじゃなくてさ、なんかいろんな何場所が映るから、今までと違う。確かに。いいよ。なんかさ、メイクも髪もさ、色も違う。みんなふわふわじゃないけどね。かっこいい。真似したくなった。あ、すごい。一番違う感じ。ね。一人一人見やすい。うんうん、ね。あれ、しっとりした髪なんていうの。ぬれ髪。ベッティね。ベッティ。これはみんなベッティ。それもね、新鮮だったのか、結構ツイッターで。ああ、言ってた。大人っぽい感じ。お、ブラザーだ。なんかさ、画面がいっぱい使えるから、なんか素材がいっぱい使えて良さそう。マジか、揺れてる。本当だ、ね、すごい編集かっこいい。どういう考えがあるのか。確かに。結構ね、好きな好きな。めっちゃこだわってる、ね、ちょっとここが好きだから。おー、文字メイクね、なんかめっちゃさ早く入れ替わるから疾走感すごい。うん、あ、かわいい。笑ニコニコしてる。近い近い。かっこいい。いや、みんな強いよこれ。強い強い女だ。強い女だ。あ、かっこいい。はい、ということで It's Showtime MV 見ましたけど、どうですか？
長かった長かったみんな初めてメイクさんにやってもらってたから雰囲気が全然違って、ね、うん、よかった、すごいね、キラキラした雰囲気ドキドキだと、だから楽しい感じでいいなと思いました。目がチカチカ、どうでしたか？よかった、よかったですか？はい、ということで、6月8日、It's Showtime発売です。皆さん、たくさん聴いて MV も見てください。それでは以上、チャンネル登録と柴直中直樹でした。バイバーイ。